はい、ひろみです。今回はですね、光の碁平安幻想異聞録の、明かりのイベントをやっていきたいと思います。で、これ発生条件は、8日目に、発生するイベントで、普段は明かりってこの大大理にいるんですけど、あ、大大ちゃうわ。平安京の街中にいるんですけど、次は、今回大大理にいるということで、やっていきましょう。で、もう大大理の中に明かりはいるといった感じですね。やっていきましょう。ちなみに、光の気力ゲージはなかなか結構上げておかないといけないみたいですが。なあ、サイ、今日はあったかいな。まあ、そうだね。そうですね。こうあったかいとなんかしたくならないか。下ネタですか？やめてください。何をです？お、純情少年。だから純情青年か。あれさ、あれって何を。だから何をです。もう高校生の会話やんけ。まあこれだけいい陽気だと昼寝でもしたくならないか。昼寝かい。子供かよ。別になりませんけど。まあそうだそうだ。俺は妖怪退治のために夜更かしとかするから眠たいな。いや、サイも一緒に行ってるんだからサイも眠不足だろうがよ。というわけでサイ、今日は昼寝でもしないか。いや、でも昼寝は大事よ。いけませんよ、ヒカル。昼寝だなんてだらしのない。いや、科学的にはですね、昼寝の有効性というか。少しくらいサボったって大丈夫。妖怪だってちゃんと退治してんじゃん。みんなに見せてやりたいよな、俺たちの大活躍。ヒカル、油断大敵ですよ。それにもっと真面目に仕事を。大丈夫大丈夫、少しくらい妖怪退治が遅れたって誰も迷惑なんてしないよ。いや、いや、それはちょっと迷惑かかるんじゃない。そんなことはありません。まあ、それ、これはサイが正論やわ。帝や宮中の方々、そして都の人々は一刻も早い平和を望んでます。まあいいですか。私たちだけで妖怪退治をしているわけではありませんよ。まあそうだよね。ケビ石、陰陽寺、女房たち、町の人々など皆の助けがあってこそです。そうだそうだ。真面目に仕事して一刻も早く妖怪を退治しましょう。いや、でも妖怪夜にしか出ないんだからさ。真面目だなあ、サイは。ヒカル、良くない傾向ですね。まあ、両極端だな、この二人はな。おや？ん？ん？どうしたんだよ、サイ。明かりの君がいますよ。どうしたのでしょう。いつもの元気がないようですよ。お、ほっとけよ、サイ。明かりだって年がら年中浮かれちゃいないだろうしさ。いや、いつも浮かれとんかい。あ、明かりの君がこちらへ向かってきますよ。よう、明かり、どうかしたのか。どうした。あ、光に用じゃないんだ。実はサイ様にお願いが。なんでしょう。私に用事ですか。それで、明かりの君、お願いというのは何でしょう。実はつい先日のことなのですが、とある女房の方と廊下でぶつかってしまって。ほう。すぐに謝ったのですが、相手の方がそれでは納得してくれなくて。ほう。謝ったのに？ぶつかっただけで？そりゃ困ったやつだな。でしょ？最近代理の人たちがなんとなくピリピリしてるのよね。もう当たり屋やん。もうあやかしが出るようになってからみんなどことなく慌ただしいし。治安が悪いな、代理。
か？それでどちらの方が囲碁が強いのかをはっきりさせるために3対3で対局をすることになったんです。団体戦よ。ちょっと待てよ。廊下でぶつかっただけでなんで囲碁対局になるんだよ。まあ、当たり屋にも程があるな。だって相手は邪魔様方の人で普段からひどいことを言うんだよ。それに、なるほど、私のことだけじゃなくて、いろいろひどいことを言われたのよ。もうやばいやん。だからつい囲碁で勝負よって。ああ最近流行ってる囲碁で負けさせられればあの人たちの鼻っ柱を折ってやれると思って。それ、ああ囲碁勝負は明かりから吹っかけたのね。でもよ、二人ともおよしなさい。喧嘩なんてそんなものです。でもそれで私に用事というのは少し話が見えないのですが。ああちょっと分かった気がするけど。あの勝負に負けないようサイ様に囲碁の特訓をしていただきたいのです。ああなるほど、そういうことね。お願いします。おいおい、気持ちは分からなくはないけど急に強くなれるわけじゃないぞ。まあヒカルだって少しでも早く強くなりたいからサイ様に教わっているんだよね。まあそうだね。それはだな。まあ強い人に教わるのが一番手っ取り早いからな。まあまあ頭を上げてください。あかりの君のそのやる気があれば今よりきっと強くなれるはずです。いいですよ、特訓しましょう。やっていこう。ありがとうございます、サイ様。いやー、あかりいい子だよな、いつも思うけど。ですが、よろしいですか。勝負の日まで毎日ちゃんと特訓しないと勝ちは見込めませんよ。そうだな。はい。ところでお前、さっき3対3の囲碁勝負だって言ってたよな。残りの2人は誰なんだよ。確かにまだ決まってないんだけど。あ、なるほど。あのな、それでよく勝負するだなんて言えたもんだよ。確かに。だってヒカル、どうしよう。わかった。俺に少し当てがあるからちょっとサイト待ってるよ。あ、なるほど。ヒカルも面倒見いいよな。あ、ナセの君じゃないか。というわけでナセの君にも対局に参加してほしいんだよ。なるほどね。うん、別に構わないわよ。わ、めっちゃええ子やん。ありがとう。ううん、気にしないで。私もあの人たちの態度は少し目に余ると思ってたし。まあ、婦女子のナセさんですね。あと一人なんとかしなくちゃな。ん？ん？今すれ違った人、確か…あ、ちょっと待って。ねえ、あかりの君を知ってるよな。ええ、よく知ってるわよ。それが何か？あ、風中囲碁部の子じゃん。やっぱり！あのさ、というわけでさ、対局に参加してほしいんだよ。あかりの君の気持ちは私もわかるけど、私、碁なんて打てないんだけど。あ、なるほど。大丈夫、頭数合わせでいいんだ。とにかくお願い。わかったわ。そういうことなら私、参加しても構わないから。おう、やった。ありがとう。あ、ちなみにこれ、なんか金子の君のイベントをクリアしてると金子さんが来てくれるんですよね。あかり、頭数揃ったぜ。まあ、今回このバージョンはやらないんですけど。ほんとだ、どうもありがとう、ヒカル。
まだどっかしらのタイミングではやろうかなと思ってます。負けないように頑張りましょうね。私は本当にいるだけでいいんだよね。うん、さすがの際でも二日じゃ基本を知るのが精一杯だろうし、勝ちはあかりたちに任せて、津田の君は気楽にしていてくれていいからさ。あ、なるほど。ということで、サイ様、対局の日まで私たちを特訓していただけますか？はい、私ができる限りのお手伝いをいたしましょう。なるほど。はい、じゃあということで、今回は以上となります。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。